はい、改めて、こんにちは。今日の、みんなの最、一番の目的はね、今日のゲームだと思います。今日はみんなに、プロサッカー選手あるいは日本代表のね、選手たちが、試合前にウォーミングアップをね、それと同じことをみんなに体験してもらいます。みんな、チームに入ってトレーニングします。それだけでプロになった選手は誰一人います。今日ね、アウトサイドで、ね、パスしたり、胸だったり肩だったりってやったら、ちょっとうまくいかなかったなっていう人に挙げて、はい、これはでも当たり前です。当たり前なんでみんなお箸が使えるの、考えたことある？毎日お菓子使ってるからお菓子使えるようになる。そういうことをみんなやってないだけ。お箸と一緒、お箸と一緒。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。で、この後写真をもっと詰めないと詰めないと。